今年6月、東日本大震災からの復興に向けた提言書を政府に手渡した復興構想会議。それから4ヶ月半、提言を踏まえて行っている取り組みを政府が報告するための会合がこのほど開かれました。野田総理がまず直近の取り組みとして紹介したのは、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって3案とも委員長報告の通り可決いたしました。第3次補正予算はおかげさまで今日衆議院を通過をいたしました。ご提言の趣旨を具体化をしていくという内容でございます。3次補正予算案では復興構想会議の提言を踏まえて7月に策定された復興の基本方針に基づき、被災地の本格復興に必要な施策を重点的に措置。このほかにも、政府は復興特区法案、復興庁設置法案を国会に提出し、現在審議中です。率直に言って、という思いをしても感じております。ぜひとも、速やかな進捗をお願いしたいというのが、今日の会議の一つのテーマであろうかと。他方におきまして、私どもが答申しました内容について、政府はかなり忠実にこれを守って進めてくれるというふうに感じております。その答申を踏まえた法案の具体策がこちら。各自治体の創意工夫を生かした復興を推進するための復興特区法案。使い勝手の良い自由度の高い復興交付金の創設など、税、財政、金融の支援措置、手続きや規制の緩和などの特例措置を講じます。さらに、復興庁設置法案では、各県の取り組みを総力を挙げて支援するため、省庁の枠組みを超え窓口を一元化。岩手、宮城、福島県、それぞれへの出先機関の設置を掲げています。一日も早くですね、この予算と関連法案を成立をさせて、議長からもご指摘がございました通り、復興の土音が加速できるように、政府を挙げて全力で取り組んでいきたいと考えております。